愛媛県総合運動公園は愛媛県松山市にある運動公園。施設は愛媛県が所有し公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団が指定管理者として管理・運営を行っている。松山平野の南、松山市と戸部町の島地境にある通告地周辺の丘陵地に整備された運動公園で1980年に開かれた。 全国高等学校総合体育大会の主会場地区として整備された。2017年に開催された第72回国民体育大会でも主会場地区となった。陸上競技場や球技場、体育館などを備える。同式地内に愛媛県立飛べ動物園、愛媛子供の城が所在している。主体育館と補助体育館がある。 2016年秋より B リーグ愛媛オレンジバイキングスのホームゲームが開催される。2017年の第72回国民体育大会では体操競技と新体操競技の会場となった。2021年第88回交互杯全日本バスケットボール選手権大会2次ラウンドの会場として使用される。ありがとうございます。